小川一平は、神奈川県逗子市出身のプロ野球選手。宇藤右内。阪神タイガース所属。逗子市立逗小学校の2年時に、逗子オリーブスで、軟式野球を始めると、4年時から投手を務める。逗子市立逗子中学校在学中には、校内の軟式野球部に所属していた。神奈川県立横須賀工業高等学校への、進学後は、2年時の秋から。 AS の座を掴んだものの、2年次の秋と3年次の春に相次いで故障。3年次夏の神奈川大会では1回戦で関東勝利を収めたものの、2回戦で敗れたため、在学中は甲子園球場の全国大会と縁がなかった。高校からの卒業後に、熊本県の東海大学九州キャンパスへ進学したが、入学直後の2016年4月に、熊本地震で被災。 一時は避難生活や実家への帰省を余儀なくされた。チームもこの年に九州大学野球のリーグ戦出場を辞退したが、2年の春季リーグ戦から出場を再開すると、主にクローザーとして参照を記録。先発でも関東勝利を記録したほか、チームを11年ぶりの全日本大学野球選手権出場に導いた。2年次の冬に、 大学日本代表候補の合宿に参加したが、先発へ本格的に転校した3年時の9月に腰痛を発症。4年時には他の部員の不祥事によってチームが春季リーグ戦への出場を辞退したものの、秋季リーグ戦で関東賞を受賞した。2019年の NPB ドラフト会議で阪神タイガースから6巡目で指名。契約金3000万円。 年俸700万円という条件で入団した。担当スカウトは田中修太で、背番号は66。2020年には2軍の春季キャンプを経て、オープン戦の後半から1軍に合流。合流後は、対外試合に登板していなかったが、5月31日の紅白戦で、ストレートが自己最速の時速1 5 2トルを記録したことから、 一軍のセットアッパー候補として一躍注目された。その後の練習試合で打球団を相手に中継ぎの経験を積んだ末に新人選手からただ一人開幕一軍入りを達成。大学から直接阪神へ入団した新人投手が開幕戦で一軍登録されるのは日本大学から2000年に入団した吉野誠以来20年ぶりであった。6月20日に 読売ジャイアンツとの開幕カード第2007回裏に、9円で公式戦へデビュー。しかし、冒頭や自身の失策などをきっかけに5点を失ったため、2死を取っただけで降板を命じられた。以降も一軍公式戦13試合に9円で、登板したが、防御率が1時10分点以上に達するなど、投球内容が安定せず、勝敗がつかないまま8月17日付で、 出場選手登録を抹消された。この年限りで現役を引退する藤川球児から一軍帯道中に投げ方を教わったフォークボールを新たな武器にウエスタンリーグ公式戦5試合の登板で防御率1.50という成績を残したことから9月3日に再び登録。前半戦は一度も登板がなかったものの9月8日のヤクルト戦で初勝利。 長身から投げ下ろす最速時速1 5 3トルのストレートとパワーチェンジと自称する力強いチェンジアップが武器。スライダー、カットボールなどの変化球を織り交ぜている。藤川球児から直伝されたフォークボールも持っているという。ニックネームは自身と同じ名前をブランド名に使用する明星食品のカップ麺シリーズにちなんで一平ちゃん。 阪神入団後の報道でも、虎の一平ちゃんというフレーズが使われている。実際には、大学生時代に2週間に1回のペースで、一平ちゃんのカップ焼きそばを食べていたとのことで、阪神と仮契約を結んだ際には、一平ちゃんのテレビ CM に出演することを目標に挙げていた。大学1年時に、熊本地震で被災した直後の帰省中には、渋谷のスクランブル交差点で、 被災地への義援金を募る活動に参加していた。ありがとうございます。